おはようございます。1月24日7時13分の相場解説になります。1月のね24日ともなるともう金曜日ですんでね、早いですね。もうね1年の12分の1が終わる勢いでございます。さ FX の方ではねどのぐらい力をつけたでしょうか、そしてどのぐらい1月は稼げたでしょうかということでございます。では解説いきますね。この1日足デイリーですね、デイリーの解説はこういうふうに申し上げて右肩上がりだよってことを話しましたね。で、その中でもこの範囲で買いに入るのは適当じゃないよってことを申し上げました。まあやるんだったら売りなんですけども、まあここではね最低でも買いに入らないでくださいねってことをお話しましたよね。そうするとね今どういうふうになってるかっていうと、すいません、こういうふうになってこう来て跳ね返ってるところですよね。で、この跳ね返りがここで止まる可能性があるよってことが一つです。ね。で、まあ、下まで行くポイントってのは、ここまでは二つですからね。どちらかというと、ここで跳ね返って上昇に転ずる可能性の方が強いわけなんですよね。で、今回争点になっているのは、ここでございます。ここはさあ、跳ね返って上に行くんでしょうか、それとも突き破って下の方まで伸びるんでしょうかというところで、ここから買いで入るのか売りで入るのかってことを検討していかなくてはなりませんね。はい。4時間足。なんかね、相場の解説がすごくわかりやすくって、負けが少なくなったとかね、もしくはね、最近勝てるようになってきたんですって声、本当に励みになります。ありがとうございます。これからもね、わかりやすい、そして面白い解説に努めようかと思います。では、これ4時間なんですけども、4時間の場合、ここに抵抗を感じるよ、というふうな話をしました。で、そこから、こういうふうにね、バーッと下がってきたわけなんですけども、その下がり方なんですけども、まあ、ここに抵抗を感じるのは一つなんですけど、もう一個ね、ここにね、同じように2点天井があるわけですよ。まあ、言ってみれば、ここに2点天井があるとしたら、ここにも2点天井ができて、さらにここをね、破っていったと。うん。だから、ここからズバッといってるんだよってことなんですよね。この感覚をね、ちょっと掴んでほしいと思うんですよ。2点天井が続くことっていうのは、結構あるんですよね。で、まあ、押し目と言いますかね。V の字を書いて、さらに下に加速して迫っていくみたいな。この動きも結構あります。だからこれがね、まあ、N と言えるわけなんですよ。N ね。で、1時間の方行ってみましょうか。ね、いろんなね、アルファベットを見つけていきたいですね。いろんなって言っても私たちはね、N とかね、W ぐらいしかないんで。N とか W とか V とかが、この3種類が、あ、見つけた見つけたっていう風になったり、あ、今 V を形成してるのかな、いやいや、N を形成してるのかな、いや、W を形成してるんじゃないかなっていう風に見ながら、やるのと、これがね、ヘッド&ショルダーになんないかな、みたいなね、そんな形を想定してるわけですよね。だからここに、あ、すいません。ここに一つ天井ができた時に、すでに2点天井が、ここにできるんじゃないかな、とかね、考えていくわけですよ。こういうところに2点天井ができるんじゃないかな、と。うん、そうすると今回、まあ、ここに跳ね返って落ちているよってことが一つありますし、あとはね、ここがこういうふうにひげを出したときに、これが2点天井にならないかなーって思うわけなんですよ。こういうふうにね。そうすると、ここにひげ出して、同じようにひげを出してね、右肩下がりのように、うん、右肩下がりの2点天井っていうのはさらに下がる可能性が高いですからね、これズバッと斜面ができるわけですよね。で、ここに、これ跳ね返ったところがありますよね。力点になってるわけですよ。ここを突き破るとさらに下がっていく。そういうふうに考えることもできるわけですよね。これいつものパターンですから。で、ここを突き破りましたんで、ダダダダダーと下がったということですよね。で、ヒゲを出して止まっていくんですよ。何着陸していくんですよ。ヒゲを出してね。下ヒゲを出して。まあ、ここも下ヒゲ出してるんで、ここも警戒しないといけないと思うんですよ。ただ、あと、この、なんですかね、抵抗を突き破った後なんで、このヒゲを押し戻してさらに下がるっていう流れも、考えていくわけなんですよ。ちょっとあまり説明するとね、こんがらがっちゃうので、この辺にしておきましょうか。さあ、それで、今、ヒゲを出して、大きなヒゲを出して、大きくですね、陽線が出てますね。これです。陽線が。ここがちょっとポイントになります。どうポイントになるかっていうと、大きな陽線を出したってことは、ヒゲを出して陽線を出したっていうことは、どういうことかっていうと、ここまで売られたわけなんですよ。売られたんだけども、一瞬でね、同じ時間の間に同じだけ買いが入ってここに戻ってきてるんですよ。ということは、こっからは、もう下がりにくいわけなんですね。ここまで買いが入る人がいるってことですから。で、買いの勢力の方が強くなって上に上がったわけですよ。その後でなんですよ。やっぱ売りが入って調整になりましたよね。
で、この売りが売り尽くした後に今度は上昇に向かうと私は第一仮説で感じます。で、第一仮説がならなかった場合もあるわけです。それも考えておかなくちゃなりません。第一仮説じゃない場合っていうのは、この売りがですね、この移動平均線の勢いとともに止まらずに下がっていくってことなんですよ。まず一つブレイクポイント、ここです。ここを割って下がったら売りが始まると考えることができます。あと、まあ、ヒゲがありますんでね、ヒゲがあるんで押し戻してまた買いが入るってことも警戒しなくてはなりませんけども、ただここね、ここを破ったらまずね、売りの継続が始まりますよ。この勢いがドーンとまだ続くってことですよ。調整が入って売りに転ずるってことですよね。だからここをね、考えていかなくちゃなりません。まとめます。第一仮説はここでもうね、売りの圧力が止まって、これからは買いに入るんではなかろうかと。で、調整が入ったんだけども、もう一回こっちの方にね、向かうという形で、ここで N を書くんではないかなっていうふうに考えて、エントリーするときっていうのは、初心者の方はここを越えて、この矢印が成就したときにここで入ります。で、上級者の方は反転したと思ったところで入ります。中級者の方は反転して上に向かった途中で入ればいいでしょうということですね。で、上級者の方はリスクが結構あります。だからロスカットを引いてくださいね。ここで入るわけですから。で、反転したと思ったらちっちゃい N を書いてドーンと落ちることもあるわけですよ、これに対しては上級者入りのエントリーっていうのは無防備になってきますんで、ロスカットラインをピシッと引くことですよね。はい、本日の解説は以上です。いかがだったでしょうか。